10月16日スイスイスマイル水曜日20時を回ったところですけども、大阪市淀川区東三国から FM 姫を電波ジャック、パンクロックで電波ジャック。なんかね、関東の方がね気温は高いらしいんですけどね、今日もなんか岐阜ね、関東ではないですけど岐阜がなんか39度とかおったつですね。はい、今日のね大阪の最高気温、気温はね36度かな。で明日はね37度以上になるらしいんですけどね、8月入ったらこれ偉いことですよ。これ40度超えますよね、全くお風呂ですよ、お風呂の中ですよ。12月入ったらね6畳超えますね。ベタなことを言うてね、ベタなことを言うてる脳みそデストロイヤーコクーンです。はい、 DJ ね、暑いからね、ほんまね脳みそデストロですよね。熱中症には気をつけてください。日曜日にねアトランティクスにねニューロティカとゴーストレイトのねツーマンライブに行ってきたんですけども、これね女の子がね熱中症でぶっ倒れたんですよ、ほんまにね。ほんでまあその辺のみんなね、その辺のみんなというかお客さんですよね、なんかねみんなでね解放してまあ事なきを得たとかね、そんな感じだったんですけどね。もう倒れた時にね頭とかね打ってね、打ちどころ悪かったらあかんやんね、やっぱ危ないからね、やっぱしっかりと水分補給ポカリとか飲ましょうね、ほんまにね気をつけてください。ゴーストレートね関係ないけど今日はゴーストの日ですね、幽霊の日です。それでは本日の一発目はピエロイズムにも収録されていますこの曲、ニューロティカで電波ジャック、やっちゃえ。
ニューローティカでやっちゃえ、ナイトロックスでゲットアキックスでした。ナイトロックスのねヨス君はね日曜日にねアトランティクスのニューローティカとねゴーストレイトのツーマンに来てましたけどね、なんかタバコ買いに来た言うてましたけどね、名古屋からねご苦労なんですけども、あのマユチックスのねライブはあの8月5日徳島ねリッキーでやるんですけどね、待ってますね、ヨス君四国まで徳島までタバコ買いに来てください。それではねリクエストが届いておりますけどもね、はい、お疲れですです、ヘルスマにリクエストです、ファッキンのファーストマイライフディスです、ディスです、コメントは尿漏れパッド仲間です。あのコメント他にないか、もうちょっとあるやろうね、そし自己紹介なのそれね、まあ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 ということでね、あのねリクエストに対してのアンサーね、ファッキンブルシットリュウジからのね声のお便りが届いております。どうぞ。ヘルシースマイルパンクロックをお聞きの全宇宙の皆さん、こんばんは。 DJ コクンさん、いつもお世話になります。今回はですね、なんとヘルスマリスナーの尿漏れパッド仲間さんからですね、ファッキンブルシットのファーストアルバム Never Change My Mind に収録されている My Life This という曲のねリクエストをいただいたということで、本当に嬉しい限りでございます。実はですねこのファーストアルバム Never Change My Mind、もうかなり昔の音源になってて、多分もう8年9年前ぐらい、まだ俺がベースボーカルをやってた時にリリースさせていただいた音源となっております。もう今とはねもう全く違うアレンジで、もうただただ荒削りのパンクをやっているという音源になっております。尿漏れパッドさん、本当にリクエストありがとうございます。ちなみにですね、俺は季節によって尿漏れパッドを使い分けております。はい、そんなわけでですね、続きまして、ライブ告知の方もね、させていただきたいと思います。直近のライブ、来月8月19日の土曜日、和歌山ヴィンテージで、フーリッシュプレゼンツキャリーオン出演させていただくことになりました。こちら、オープンスタート6時半、前売りは3500円、当日は4000円、ワンドリンク別となっております。出演はフーリッシュ、ロリータ18号、マドンナ、ファッキンブルシットなっております。チケットはですね、E プラスもしくはフーリッシュのですね、公式サイトから、のみの受付となっております。なんとですねチケットはもう残りわずかということでですね、ぜひぜひ、これを聞いて気になった方はですね、早速アクセスしてゲットしていただければと思います。続きまして、9月3日こちらはファッキンブルシット初の北海道遠征、札幌ゼノンアイドル&バーバルアイロニックサイコパス共同企画ハイリミット出演させていただくことになりました。こちらオープンは7時15分、スタートは7時半、前売り2500円、当日2800円、どちらもワンドリンク別となっております。出演はアイドル、バーバルアイロニックサイコパス、ファッキンブルシット、ダストベイビー、ドブサライとなっております。両方ともですね、気合十分でやらせていただきたいと思いますので、ぜひぜひ皆さんよろしくお願いします。それでは DJ コクンさん、ファッキンブルシット、ファーストアルバム Never Change My Mind から My Life This Day デンパシュー、電波ジャックをすると思うやろ、アホか。あのね、発音がムカつくね。キャリーオンとかフーリッシュ、何やねんお前、あれムカつくわほんま。
ノリタ18号でアメリカンショートヘアでした。お次はね、イベント情報です。ヘルシースマイルパンクロッカーラティーノの企画、パンクアカデミックナイト、センチメンタルでロマンチックな元気ソングで、いつもパンクアカデミックをにぎわかせてくれる我らがパンクアイドル、ザ・マイチックスのマイチ。マッドスリー大阪の日の打ち上げの席で生まれたマッドスリーエディさん、元レトログレッションの久保さんからなるグレッチメン、リュウジ風に言うとグレッチメン。グレッチメンのね、名付け親は DJ ダディオーノブさんね。大阪岐阜で盛り上がったグレッチメンラティーノ企画では、次のターゲットは渋谷ナイト、伝説のロカビリーバンドティアドロップスの柳川さんとトッキンさんによるアコースティックスタイル、クラブヒット曲ラストギャンブルゴービリーがどのようにアレンジされているのかも楽しみの一つということでね。 DJ チンコね、すごい名前だけど可愛らしい女の子です。毎回ナイスセレクトでフロアを沸かし、全力でイベントを楽しむ福井からの使者 DJ 皆殺し、こちらもすごい名前だけど実は超大手レベルの代表、変幻自在のビニールセレクトがインバウンドの方々の体も揺らす殺し屋的な DJ、東京渋谷開催ですが、ぜひ関東遠征を、関東近辺の方ね、遠征してくれる方ね、お待ちしておりますということでね。毎日とねグレッチメンからのねお便りが届いておりますけどもね、まずは毎日からの声のお便りと1曲、そしてグレッチメンからの声のお便りと、そして1曲、よろしく哀愁デート。ヘルシースマイルパンクロックをお聴きの皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ザ・マイチックスのギターボーカル、マイチです。はい、梅雨も明けましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。暑さに負けてないですか。マイチは暑さに負けております。毎日ヒーヒー言いながら過ごしております。まあそういう人が多数だと思うんですけど、でもそんな暑さを吹き飛ばす楽しいイベントがたくさん決まっております。今週末7月の29日土曜日、渋谷にあります道玄坂協会2階天井裏 M というライブバーにて、パンクアカデミックナイト関東初進出イベントが開催されます。いつも大阪でお世話になっているラティーノさんの企画、パンクアカデミックナイトがついに関東に進出するということで、毎日も出演させていただきます。トップバッターで出ますよ、この日は。しっとりアコースティックで楽しくお届けしたいと思いますので、この間ですね、なんか質問で、教会でやるみたいなんですけど、普通の人も行けるんでしょうかみたいなメッセージ来ましたが、教会がコンセプトのバーなので、はい、皆さん安心して足を運びください。宗派的にこういろいろ問題が発生するっていうことはないと思いますので、はい、ぜひ足を運びください。よろしくお願いします。そして8月もたくさんライブが決まっております。8月5日はマイチックス初めての徳島ライブ、徳島リッキー、そして8月12日はすごいバンドマンらしい街、下北沢ろくでもない夜にて、フーザビッチの、企画にマイチックス出させてもらいます。この日はですね、かなり長い時間、関東でこんなに長い時間やらせてもらうのは初めてなんじゃないのかなって、3回目なんですけど、初めてなんじゃないのかなっていう、はい、なのでご新規様も大歓迎ですし、いつも来てくれてる方も大満足な、一日になると思います。そして8月の20日日曜日は、私たちの、心斎橋キングコブラにて、マイチックスライブやりますので、全部来てくださった方はなんかいいこともしかしたらあるかもね。
ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。ということで、この後も番組楽しんでください。まゆちでした。バイバーイ。グレッチメンのサポートベーシスト、カツグレースです。オーライ。グレッチメンのエディです。イエーイ。ヘルシースマイルパンクロックをお聞きの皆様、グレッチメンの久保です。7月29日土曜日ですね、道玄坂協会の2階、パンクアカデミックナイトボリューム19、渋谷ダイナマイト編に、出演させていただくことになりました。出番は8時40分ぐらいからですかね。知っての通り、エディ君、マンドスリー多忙な日々だったり、勝君、もともとグレースというバンドをやってたんですけれども、今はギターのエフェクターとを制作するホンダというブランドをやってて、どちらも忙しいです。その中でちょっとやるんですけれども、やるんだったら
手を抜かずに一生懸命やりたいと思いますので、ぜひ応援の方よろしくお願いします。ラティーノさん、いつもありがとうございます。以上、グレッチメンの久保でした。お次ですけどね、ドロドロホラーパンク、わかるこれ、ドロドロホラーパンクね、五臓六腑です。お待たせしましたね、五臓六腑の新譜ですけどもね、テイストオブザグリムがね、8月のね10日に発売っていうことでね、 MCR の方からね、パンクとお米のお店 MCR、ね、カンパニーからプロモーション CD がね届いたんですよね。届いたっちゅうことでね、ね、コードロップのねボーカルの弓
からね、声のお便りをもらっておりますんで、どうぞ皆さんに聞いてもらいますね。はい、よろしく。ヘルシースマイルパンクロックをお聞きの皆さん、こんばんは。五臓六腑のボーカルの由美です。8月6日じゃあ10日に五臓六腑2枚目のミニアルバムとなります、 Taste of the Grim ライブ音源1曲含む5曲入り CD が発売となります。新メンバーにギターのバッタンが加入して、ベースにもオリジナルメンバーの麻生が復活してからの初めての音源となります。レコーディングはライブハウス茨城アナーキーでしたんですけども、ライブの疾走感そのままの生身むき出しといった感じのかっこいい音源となりましたので、ぜひ聴いていただけたら嬉しいです。8月6日には心斎橋クラブストンプにてイビルダンスナイト先行販売レコ発やらせてもらいます。酒リチュアル2-001ビレスラビル DJ には大義&サイオンジという豪華メンツでやらせていただきます。ぜひ遊びに来て CD もゲットしてください。よろしくお願いします。相談のコーナーです、ね、新コーナーですね。第1回のね、お悩み相談はねヘルシー相談なんですよね。ラジオネーム551のアルトキさん、最近副鼻腔炎っていうのかなにかかり不安な毎日を送っています。どうしたら良いのでしょうかってことなんですけどね。俺ね、その、まあ、医者じゃないのでね、医学的なことは言いませんけどね、なんちゅうかな、俺ね、アレルギー性鼻炎やったことがあったんですよ。時期があったんですね。今はねもう治ってるんですけどね。なぜ治ったかというとね、ただね鼻を洗浄しただけなんですよ。ほんまに
うん、うがいってやつね、いわゆる鼻うがいですよ、ね、だから副鼻腔炎っていうのはいわゆる蓄膿症ですよね。海が溜まって目もシクシクするしね、匂いしなくなって、匂いがなくなるからね、早めの洗浄がいいんですよ、ね、でどうやってね洗浄するかというとですよ、毎日ねお風呂でシャアな時にね、一つまみほどの塩を入れたお湯をねコップに入れてね、鼻からね入れて口から出すというね鼻うがいをやるんですよ、ね、そうするとですよ、こうツーンとなって鼻の通りがね悪かったものがね、スッと吸います、ね、でツンとしてしまったらもう一つまみ塩を出せばいいんですよね。塩を出すとねこう鼻の通りが良くなります。それでね毎日風呂でね鼻うがいをしていたら鼻の周りもね通りがすっきりになってね、息もしやすいし匂いも感じるしね、掃除してるわけやからねすごいいいと思いますよ。一件落着ですよ。これは絶対におすすめですね。この季節ね海に行きますよね。で海に行くとね自然とね鼻うがいをしてねすっきりするんですよ。海からね生まれたね命の自然のね治癒の力ですよ。これほんまね1ヶ月ぐらい続けてくださいね。そしたらねヘルシーになります、絶対にね。鼻うがいをしないとね気持ち悪くなるからね。うん、俺はね今はね最近やってないんですよ。一時はねそれはもう東京のねスタッフの家の風呂でも鼻うがいをしてたんですけどね、うん、毎日しないと気持ち悪かったんでね。んでねちゃんとねコップと塩を用意してくるんですよ、優しいスタッフがね。ただねこいつね酒癖悪いんですよね。ちゅうことで差し引きゼロですね。でね俺がね最近塩での鼻うがいをしないのはですよ、血圧が高いからね塩分控えてんねんけども、映画で見るようにですよ、コカインをさ鼻の粘膜から摂取するみたいに鼻うがいで塩を粘膜から摂取したりとかせえんかな思って不安になってちょっとやってません。血圧が上がったら怖いんでね。ということでね今夜は、ね、真面目に回答しましたけどもね、次はねわからんよほんまにね、どうするかな。次はまだねいろんな人の悩みに答えていこうと思いますのでね、悩みを抱えてる人はね俺のツイッターの DM か gindex1985@yahoo.co.jp までよろしく、来週でと、ちゅうことでよろしくね。ヘルシースマイルパンクロック、はい、ということでね続きましてはねちょっと喋ってばかりになるんやけどね、ね、これどうしようかな、これでいいか、これいこう。ちょっとね、居酒屋トークじゃないよね、うちのね、エアコンね、めちゃくちゃね、ちょっと面白いんですよ。どういうことかというとですね、ほんましょうもない話ですよ、ほんまね、寝室のね、エアコンをね、つけるたびに思うんですよ。タモリのね、空耳アワーね、ああいう感じでねフレーズが聞こえてくるんですよ。俺にはうちのエアコンはねラフィンが好きなんですよ。つぶやいとんねんね、ほんまに。これほんまちょっとみんな聞いてもらおう思ってね、今日録音してきましたね。ちょっと聞いてください。何の曲か分かりますか、お願いします。わかった、もう一回いくで。you
空耳アワーでした。はい、先ほどねちょっとねちょっとね流せないものがあったんですよ。パンクアカデミックナイトのねティアドロップスのね先行で曲書かれましたけどもね、柳川智夫さんのをちょっと流してますね。このねこれ動画でコメントあったんでねちょっと落とせなかったんでねすみませんね。今からちょっとねこれそのまま流しますんでね聞いてください。ヘルシースマイルパンクロックをお聞きの皆さん、そして、DJ コクンさん、ザ・ティアドロップスの柳川と申します。こんばんは。7月29日、土曜日東京渋谷のですね道玄坂協会2階で、パンクアカデミックナイト、大好きな山口くんのイベントに呼ばれまして、歌わさせていただきます。俺たちのバンドですねもう40年ぐらい35、6年前の、バンドなんですが、ゴーゴービリーというですね、歌歌いますので、よかったら遊び来てほしいなと思ってます。ロカビリーバンドなんですがこのバンド出ていじめないでください。パンクロックの皆さんに、いじめられたくないなと思ってます。そんな感じで、当日はあと遊びたいと思いますんでぜひ7月29日土曜日、東京渋谷の道玄坂協会2階、6時ぐらいかなやるのは、オープンになりますのでぜひ遊びに来てほしいと思います。よろしくお願いします。バイバイ。はい、ということで聞こえました？聞こえてんのかな。うん、ちょっとねこれ動画をねこうスマホで流してみてんけどねどんな感じかなと思ってね。すんませんね、なんかねちょっと流せなくてねね、ちょっといじめんといてくださいね。ということで次いきますけどすんませんね。えい、次ねいきますけども、そうそうそう、うちのエアコンめっちゃねラフィンやったでしょね。今度ね6月17日、今度ちかね6月17日渋谷ワチュロパーティーからのラフィンノーズで晴れるやったんですけどもね、ね、このライブもいい感じですね。今なんかチャーミーさんのインタビューとかいろいろ載ってますよね。これなかなか面白いもんですね。ね、見てます、みんな読んでますね。おしゃれですね。彼って言うなや彼って言うたらあかんな。はい、それではね今日最後のナンバーなんですけどもね、ツイッターで、ね、見た人もおると思うんやけどね、ワービー&サービーのね今のボーカルね、元サストウエストラズディーズのミートンなんですけどもね、ガンダーいうことでね、ガンっていうことでね、まあ50過ぎたらねいろいろありますよね、ほんまに。まあ俺もねやっぱりまあまあ生きてるわけし、ミートもまだ生きてるやん、まだ生きてるって言い方悪いけどさ、ね頑張ってほしいなと思います。はい、ということでワービー&サービーで電波ジャック、天国なんて。あなたの変わらぬ優しさに流した涙に光
アドックスね、先行で曲がかかりましたけどね、柳川智さんありがとうございますね、失礼しましたね、ちょっと夢にといてくださいよはい、というわけで天国なんでね、ワービー&サービー聞いてもらいましたけどもね、やっぱりね、50とか過ぎるとさ、なんか普段からなんちゅうの体をケアしてない人ってポンコツになるよね、ポンコツぶりが浮き彫りになるっていうかね、うん、でもなんやろ、さ、そういうね、死を意識してさ、初めてなんか生きるっていうこと分かるからね、病気も無駄じゃないんですよ、あんまりね、俺がそうやからね、うん、覚悟をできへんかったらそれはジタバタするかもしれんけどね、覚悟ができたら人に優しくなるしね、良い人生になると思いますよね。で、ガンって言うてもさ、今もう最近治るんちゃう、結構ね治ると思うから大丈夫と思うよね、ミートン頑張れよね、ミートン森脇ね、まあ亡くなったコヨーテフのバンドね、ワービー&サービーね、これとね、俺とはちゃんとは同い年なんですよ、ずっとも16から遊んでおりますね、仲良し5人組中ね、まあ、1人死亡ですわね、で1人脳出血でポンコツですわ、1人精神疾患でポンコツですわ、で1人癌でポンコツの予定ってことでね、わっちゃんだけね元気なんかな、あいつな、いろんな病気持ってんねんけどね、やっぱケアしてんのかな、あいつ、うん、なんかなんやろ、まあ、ハゲてるしまあ楽しく、あいつも生きてるしね、ポンコツでも楽しくいきましょう、それではね、またね、来週も元気に笑顔でお会いいたしましょう、 See you next week、 さよなら、さよなら、さよなら、チャオ。